パパ行っちゃうよ。ラジオのコーナーです。今日はももと天空のグッズのご紹介です。このグッズというのがですね、実はずいぶん何年も前から作ってはいたんですけど、今まで一個も売れたことはなかったです。というのも公にグッズを作ってますって言ったことがなかったからなんですね。で、なんで言わなかったのかっていうと、最初に作ったのが 7,8 年前なんですけど、それからちょこちょこ作っていくうちに引くほど種類が増えましてそれでこれ作ってるよって言ったところで、どんだけ自分ちの子好きなのとか、いや作りすぎだろってドン引きされるんじゃないかっていうのがあって、なかなか言えなかったんですね。それがなぜ急に告知する気になったのかということなんですが、実は今回売れましたどこにも公表してなかったのに、ももと天空をたまたま知ってた方が見つけてくれたのか、知らないけどそのデザインを気に入ってくれたのかわからないですけど、初めて買ってくれる方がいて、それがもう嬉しくて嬉しくて、その売れたっていう T シャツがこちらの2枚なんですけど、私が描いた天空のイラストとモモのイラストですね。これが売れて、いや嬉しいって、もう本当に嬉しい嬉しいってずっと言ってて、でパパにもずっと前から何度かサイトを告知したらって言われてたんですけど、いやいい恥ずかしいしっていう風に断ってたんですね。でもやっぱりお金を出してでもそのグッズが欲しいって思ってくれる方がいるっていうのが、こんなに嬉しいんだなっていうのを改めて実感しまして、それでまあ何人かの人にはドン引きされるかもしれないけど、何人かの方は気に入ってくれるんじゃないかという気持ちで今回告知するに至りました。では前置きが長くなりましたが、他にはどういうものがあるかいくつかご紹介させていただきます。おお、天がジャンプしました。はい、こちらですね、すずりというサイトなんですけど、もうご覧のように全然スクロールが終わりません。前回の動画でパパが着ていた天空のマッチョ T シャツとか警備中パーカーもこの中にあります。ちなみに今日の動画でパパが着ていたのはこのクーがサングラスをかけている T シャツです。こちらもサイト概要欄にリンクを貼っておきますので、興味のある方はぜひ覗いてみてください。ではもう少しご紹介したいのですが、そろそろお時間が来てしまいました。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではどちら様もごゆっくりお休みくださいませ。おやすみなさい。ちなみにこれが一番最初に作ったモモ T シャツ、表がアイラブモモで、裏側にモモの当時のステータスと手形が押してあって、パパもすっごい気に入ってて、もう本当に文字通り擦り切れるぐらい着てくれてたんですけど、もうデータが残ってなくて販売はしてません。でも紹介したかったのでお見せしました。それでは今度こそ本当におやすみなさい。またね。